アルファこんにちは、 DJ ソワライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回なんですけど、はい、こちらルビーなんか4月10日までに使ったやつ、この対象のやつですね。星5フラグメントとジョブフラグメント、なんか交換した個数全部返ってくるみたいなお知らせ来てたんで、急遽取ってみようかななんて思ったんですけど、早速なんですけど交換してみたいと思いますね。せっかくなんで、ルビー3745個あるので、正直今欲しい技ってないんですよね。大体回収したんで、僕結構魔法キャラ、魔法剣キャラ、忍者とかぐらいしかないので使い回しができるんですよね。まあ、星5フラグメントはいらないにしても、ないと欲しいですね。これ510個までっていう、こんな使うんすかね、実際。じゃあ200個ぐらいしとこうかな。とりあえず。てか3000あるから、どうしようかな。ジョブ系全部使うのかな。とりあえず200個ぐらいにしときましょうか。200個なんて、そんな持ってれば使わないよ。あ、でも最大マックスでどんくらい使うのかな、全部一つの解放すると。ナイトは使うでしょ。あと魔法剣も使うっすね。僕魔法剣キャラ好きなんで、魔法剣キャラすごい使うんで、これはちょっと解放できてないやつもいると思うので、侍ね、侍100個ぐらいいっときましょうか。侍も好きなんでね、侍も200個いっときましょうか。これってなかなかこのフラグメント回収できないから、戻ってくるんだったらやっといていいかなっていう。仕様が変わるってことですよね、多分その10日に。それのガイダンスみたいな感じですよね。てかそもそもこれでフラグメント交換する人っているのかなと思うんですけど、まあ僕は実はこれ魔法剣のフラグメント5個だけ実はやってるんですよ。まあ使ったのはソラちゃんに使ったんですけど、まあそれはなんだろう、その時やっぱルビーがもうほんと足りなくて、このフラグメントが足りなくてって感じでしたね。まあ今はそんなに主要キャラはほとんどもう全部解放できてるので、まあ例えばエドガーとかがナイトフラグメント確か使えたと思うんですけど、そういうのは回収してないので、まあ、キャラ合いのやつは全部こういうの解放していこうかなっていうのは思いますね。シーフね、貴公子、とりあえず全部200個ずついきたいと思います。こうやって実際皆さんどうなんですかね、みんな交換してるんですかね。あの文面見る感じだと戻ってきますよ的な感じですよね。とりあえず200個ずつ全部いこうかな。あ、1回5個しかできないからだ。はい、こんな感じ。つってまだ2000あるな。全部やってもいいっすよね。ツイッターとかで見せたらもうゼロになってる人とか、動画アップしてるの方もいらっしゃったので、僕もじゃあ300ぐらいいくか。じゃあ300いきましょうか。せっかくなので魔法剣は全部いっちゃおうかな。500個、2000なかなかなくならないな。これ300個いきましょうか。好きなジョブ系は全部ちょっといっちゃってもいいかなっていうのありますね。まあこの辺やってないか、歌、お歌ちゃん系とか文句とか。ナイトね、ナイトは全部いきましょうか。ナイト魔法剣は全部いってもいいかな。すごい、これこの調子でいったらなくなる。あ、文句とかも100個200個はいっといた方がいいかな。200個はいこう。これだけ極端に少ないってなるとバランス的にちょっとあれなんでね、200はいこう。どうなるんだろう、新しい何かが生まれるのかな。
星、このなんだろう、ジョブ系のやつで星6フラグメント出るのかな。それは違うか。何かが、新しいことが起こる、そんな感じしますよね。それかただ交換できなくなるだけなのか。まあ、なんだかんだ結構なくなりましたね。ピピ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 。とりあえず交換する。もうしてますからね、もう交換。まあ、当分はそんなに、ルビーを使うことがないかなっていうのもありますよね。ボンクのフラグメント。で、これそもそも交換してた人っているんですかね、そんな猛者は。気候子。まあ、とりあえず、魔法剣全部いきましょうか。魔法剣全部いっちゃう。魔法剣全部いっちゃう。でも結構あるな。100個ずついきましょうか、じゃあ。バランス見ながら平均的にあとは行こうかなと。110個行こう。とりあえず110個ずついきましょうか。キリのいい数字にしてあげたいかなと。お、110個。さすがに1000切ってくると使った感ありますね。この辺もじゃあ行きましょうか。110個、ここね。とりあえず交換しよう。あと700個か。すぐなくなりそう。文句のフラグメントも110個いきましょうか。110個。これなんで10個なんでしょうね。なんか半端な気するっすよね。せっかくなんでね。あと500個ある。あ、ここ忍者のやつだけ。貴公子もなんかお目に行っておきましょうか。忍者も行きましょうか。結構多めに。しかも忍者だけ半端にちょっと減ってたんで。忍者好きなんでね。忍者好きなんですよ、忍者。漫画ならなると。忍者全部いっちゃう？いくね。言うても結構残り、結構いったんじゃないですか。シーフとかも結構使うのかな。100いく？ちょっと一旦これで。どんな感じですかね。OK。まあ、星5フラグメントはいらないかな。主要キャラはみんなもう、レコードボードまで、レコードボード待ちみたいなとこありますからね。侍、侍ってそんな使うやついるかな。まあでも100個ぐらい。こっからは均等に行きましょうか。もう全部使う気満々。シーフ侍100個いっとこうか。完全に使ってるの、こういうす、使ってるの。そうなんですよね。竜騎士とか使ってないよな。文句とかもバランスよくいきたいな。30個いく。で、
もう30個お歌いこうか。全部いった全部いったよ。あ、戻っちゃうんだ。あ、もうないから全部いったっすね。戻ってこなかったらこれやばいっすよね。トラップですよね。とりあえず行けるところは行ったっすね。まあ、せっかくなんでなんかちょっとレコードボード開放してないやつ行ってこうかな。オルランドとか多分魔法剣開放してないと思うんですよ。やっぱりね。オルランド侍も使えて、あの数多いね。580個が。使うと一気になくなるんじゃないですか。15個とかでしょ。全員分って結局は無理ですね。おそらくそんな感じがする。セフィロスって侍だけだったっけ。ですね。結構この上の方にこれスフィアレベルが高い順にしてるんで、上の方に来てるのはもうスタメンの確率がめちゃくちゃ高いやつらシリーズだったり、ま、属性だったりするので。あ、ライトニング姉さんも確かナイトアビリティあったんじゃないですか。ですよね。覚醒2個、2個目そうですもんね。こういうのを解放してあげてこう。解放してこういう感じですね。あと主要キャラなんかあるかな。セラちゃん、エースちゃん、レインズ、なんかあんのかな。なんもないっすね。セシルとかあんのかな。ラミセスさん、なんもないっすね。ロキちゃんなんかありそうだな。あ、ロキちゃん全部解放してある。ロキちゃん、シドちゃん、シドちゃん、竜騎士ぐらいかな。あ、ペナルティなんとかもいけるんですね。飛行士も。ギルガメちゃんは侍ぐらいでしょう。お、ナイトもいけんだ。ギルガメちゃんならやってあげよう。はーい、オッケー、じゃないですか。エドガー行こうか。エドガー、エドガーナイトアビがあったはず。やっぱ使うね。こうやっていくと結構使いますね。消費していきますね。いいんじゃないでしょうか。ピュピーン。主要系だけで十分なので、ギルガードってやってあったっけな。やってありますね。覚醒手に入れたんでね。セーラーさんとかみんな歌歌えそうな感じするけど、やったのか。やってありますね。こう一個一個見ていくのがまず大変ですよね。ヒルダちゃんも歌歌えそうだな。どうなんだろう。ですね。エリアちゃんもバッチリですね。セリスさんは魔法剣だけど全部やってあるはずだからな。うわ、やってないんだ。それやるでしょうね。そっか、解放しただけで止まってるパターンがあるのか。はい、ナイトもいっちゃいます。主要キャラのこういうのは全部装備できるようにしてあげるっていうのがやっぱり大事かなと思います、個人的には。まあ使わないですけどね、実際は。そう、とりあえずコンプリートっていうかしたいなっていう、そういう埋めていきたいなっていうのはですね。あやめちゃんって魔法剣とか使えるのかな。
使えるね。あれ欲しい。また吹雪が止まってくる。で、ヴィンセントちゃん、ゼルちゃん、ラグナーちゃん、とりあえずなさそうっちゃなさそうですよね。ここからしたらもう2軍3軍とかにもなる要素があるので、アグリアスとかなんかもしかしたらなんかありそうだな。ライトだけですね。ベアトリックスちゃんと見たいですね。やってあるね。こんなもんなのかな。プロンプト結構好きなんですよね、個人的に。こんなもんでしょう。じゃあそんなにキャラ愛がいるわけでもないところとか、薄いシリーズは。ブラフネちゃんは、なんかあるのかな、前に見た。こんなもんですかね。お、レイラちゃんはちょっと見たいかも。ああ、やっぱやってないね、マックスは。さらに強くなってるぜ。こんなもんですかね。キャラ愛で見たら。さあ、じゃあ今回 DJ ソラズメロージャム TV はですね、ルビー全部使い切るまで帰れません。すぐ速攻使い切れましたけどね。ですが、8のシンクロ、これか。お、いい音楽ですね。セルフィーのシンクロいいですね。リーノハタのシンクロ。シンクロいっぱい入ってる。リミットブレイクも入ってる。結構いいガチャっちゃいいガチャっすよね。ラグナの覚醒入ってる。どういう味？なんかいいっすね。アーバイはいらないかな。キスティス先生のキスティス先生もいんのか。とりあえず97だけ回させてください。いやー、第3弾ガチャ見ていただいてありがとうございます。レッツフェス第3弾かなり渋かったというか、特に第2弾お願いします。ドクターモグ、こういう時揺れてくれないんだよね。くそ、第2弾の時は揺れたと思ったらシャドウかぶりでしたからね。期待しちゃいますよね。なんか見る感じいい感じっすよね。あ、これが問題作でもある。ちょっと待てよ。ピックアップ属性、ピックアップ装備召喚はもうちょっと使っていこうかな。チケット、20連やった動画アップしてるので見ていただいた方ありがとうございます。狙うのはあれですね、風ですね。風のクラウドですね。もうこれ以外はもうほぼ持っているので、アルフィノちゃんチタンちゃんがちょっといるけど、ちょっと厳しいかなって感じですね。じゃあ行ってみましょうか。チケット使ってくで。これで揺れたら結構やばいですね。1点狙いで。ああ渋い。こんなもんでしょう。シャキシャキシャキーン。チケット、あ、ついにジェムが1000切ってしまった。いや、ギルもようやく 2億までたまりましたからね。ほんと1000万切ってましたからね。ほんとにあれは焦ったっすね。お前ツイートしましたもん。ツイートに多分ギルの金額とか載せてたと思うんで、あの写真で。とりあえず今回はルビー使い切った動画ですね。ちょっと軽くキャラ強化といってもステアップしてるわけじゃないですが、あと97なんか回せそうなガチャあるかな、あったらやりたいんですけどね。
これもいいな。そんな感じで今回 DJ ソラズメロージャム TV ご視聴ありがとうございました。毎日更新頑張っていきたいと思います。サンキューハロー。